ワールドトリガーの三雲治が好きすぎる視聴者の反応集。アニメのネタバレが含まれる場合があります。ご注意ください。三雲治が好きなんだが、なんだかんだ言われてるけど俺も好きだよ治。一番かっこいいのが記者会見に乱入するところな主人公。そういうところが好き。1点取ると絶賛される主人公。ワートリは4主人公制なんですよ。みんな魅力的だよな。やってくれると俺は信じてたよ。ここ治とコナ戦の吹き出しがリンクしているのがいいよね。まあ嘘ですけど、コナ戦じゃないよ、トリマルだよ。メガネ人口増やそうぜ。治がやるやつだと思ってるのは俺だけだろうな。ユーマに生きる希望を与えたとことか病院の屋上で泣いたシーンが好き。嘘ついてるのに何も言わないユーマよい。広報なんたらずらしてる人が多いよな。異常者主人公路線。ちょっとボーダーの敷地内にペンチで入り込んだだけだろ。コナ戦の盾たすれ。隊長としての務めを果たせ。死ぬ気でだ。頭おかしいと思うけど好きだよ。自分にできることを最大限やって功績にしているから好感度高い。一歩間違えば味方の足引っ張るのにそれもしないし、この主人公バカにすると保護者がいっぱい来そう。彼がやるやつだと思っているのはこの僕だけだろうな。頭で戦う系のキャラクターだけどその作戦も経験と才能が上の相手がいて思い通りにいかないのが好き。風間さんに一撃当てるために持ち得る手札使い尽くすところ大好き。オッサム伝説の始まり、あの B 級メガネ風間と引き分けたらしいな。C 級はそれ以外負けまくってるでごまかされたけど風間さんの実力よく知ってる人からしたらそれでもすごいよな。後方で腕組みしてメガネ見てるやつがどんどん出てくる。治には師匠ばっかりで友達が足りない。学校生活が謎すぎる。あの後絶対モテモテだろ。C 級がさらわれると分かっててもう一度同じことしますとかクラスメイトからしたら号泣ものだよね。特段描写ないけどここは嵐山さんの好感度爆上げしてると思う。誇張抜きで兄弟の命の恩人だもんな。こいつの良さが分かるのは俺くらいだろうな。やっぱり君はヒーローだよ。彼だけが己をヒーローと知らない。着ぐるいに片足突っ込んでる系主人公。腰まで入ってると思う。親密度が足りてないんじゃない？序盤ユーマの好感度荒稼ぎするところが面白すぎる。ちょっとみんな厳しいんじゃない？キャラクター全員が生きてるせいで消去法で一番好きなキャラがメガネになってる。何これ意味わからない。着ぐるいを常識で覆っている生物。序盤改めて読むと法律違反とか危険区域だぞとかお前よすぎる。バレンタインで一番チョコをもらってる主人公。チョコを送る読者なんて俺、私だけだろうな。序盤のユーマに常識語ってるの後から見るとめっちゃ面白いな。ところでチカちゃんのことはどう思ってるの？治は死ぬ気でと言われたからって死ぬようなやつではないと思ってるんだ。ただ一番掴みやすいガチの目に自分の命が乗っかっていなくてもサイコロ触れちゃうだけで、死んで務めを果たせ。レイジさんは生きて帰ることが一番重要だと思ってるから、治にとって勝つイメージがユーマなの好き。親父の教えより治の言葉を選ぶところ好き。親父の教えに教えが正しいと思うなってのがあるからセーフ。東さんのアンバランスだなが適切な評価。命を投げ捨てたいわけじゃなく、それが最善なら命を投げ捨てることもできるだけ、惹かれていることに変わりはないけど、未だに地下兄に何かされている説を拭いきれていない。妹からすると不穏な認識されていた地下兄をしてこいつは無理だで逃げられた男だぞ。よく言われるけど別にレイジさんが何と言ってようがあのメガネは同じことしてたと思うよ。そうするべきだと思ったなら、試験の結果が気に食わないから夜中にペンチ持って侵入する系主人公。その系統一人しか知らないんですけど、東さん含めた大人たちは能力を認めた上で危ういなこいつって見抜いているからね。それでも大人組から軒並み好感度高いように思える。トリオン用に恵まれなかったがボーダーに入って人脈と人たらしの才能が爆破した男。治以外でも自分を駒として割り切って叩ける奴が多いよな。ベールアウトで撤退がある程度確約されてるのが大きいと思う。敵と持ちをまとめて真っ二つ強いよね。嵐山さんとかさらっと死ぬまで戦うって言ってるけどな。風間さんと引き分けて二宮さんを倒した男。ほぼここにした緑川。新人だけのチームで元 A 級部隊を下して B 級に家駆け上がった男。ポイント1万目前まで行ったことあるから将来的にはそのレベルまで実際行けるかもしれん。多分陣の位置も頻度下がってる。自分がやるべきだと思ったからです。勝ち目がないからって逃げるわけにはいかない。それは、そうなんですが、オッサム三種の陣に、さすがに自分の命をベットして行動を起こすのはオサムぐらいか。と言ってもそれもかなり危機的状況で他に手がないって前提だしな。オッサムいいよね。冷や汗かいてるけどクソ頑固なメガネ。
オッサムのお姉さんも好き。カトリーヌとどんな生活になるのか楽しみで仕方ない。ある意味戦時中みたいな世界観だからな。母です。ミクも父はいつか写真だけでも顔見たい。風間さんメガネに激ヤマじゃないですか？知恵と工夫で戦うのは嫌いじゃないから。王子先輩も結構オッサム勝ってるよね。オッサム倒した時のセリフから嫌ってる説もある。ジウンは単にああいう天然なんだと思う。気に入りつつも現在の実力に対しては超リアリストな意見を言う。良くも悪くも裏表がないよね王子は。あれ事実だから嫌いではないよね。まああの母あってのオッサムだからな。ユーマは自分は死んでるようなもんだと思ってるし、チカちゃんは自己犠牲精神が染みついてるし、ヒュース以外の玉駒メンバーは割と自分の命が軽い人たち。ヒューストンもゴスのためなら命を捨てられる命軽い組だぞ。メガネは命を懸けている感覚もなさそう。自分に発生するリスクに頓着がないって感じだろうか。カトリーヌは最初はあんたとかねえとかでしか呼ばないのに、いろいろあって対面でもミクモって呼ぶようになるのを見たいのでお願いします。しないと思うけど、オッサムがヨウコさん呼びしたら最高です。最終的に再びあんたとかねえとかに戻るんだよね。メガネだって力がないことを後悔して泣くくらいの情動はあるんだぞ。最後の手段じゃなきゃやらないよ。正規入隊できなかったって過去が自分が替えの利く人材だと勘違いしてない？この標準装備のベイルアウトってやつ、装備するだけでトリオンめっちゃ消費するそうですね。やめろその何か思いついた顔。メガネも常に死ぬ覚悟してるわけじゃないと思うよ。そうすべきだと思ってそうできる状況だったのが悪い。それでも凄まじい胆力だが、オッサムは気軽に命を捨てたりしないぞ。命はかけなきゃいけない時に全額払えるだけだぞ。命をチップにするな。福本漫画からお越しになられた？オッサムのそうすべきにはできるかできないかみたいな計算は一切考慮されないからね。できるかできないかはよく考えてるでしょ。やった結果自分がどうなるかは軽視してるようだけど、自分の命ベッドしてどうにかできるならするのはだいぶ危うい。あくまでも最悪の場合死ぬかもしれない危険性のある行動を取っただけであって、別に命を捨てる前提な行動ではない。実際大好きな主人公だよ。ヘタレインキャメガネに見えて全然違う狂気的な中身。王子は好き嫌いじゃなくて、あの人はこういう思考っていうデータを頭に入れてる人って感じがする。遠征先で一回やられてベイルアウト抜いて再出撃はマジでやりそうで困る。アンバランスな中身。やるべきだろうかやるべきだろうね。ありがとうトリガーオフ。まだユーマの方が普通な方というメンタルな主人公。試験中のスワタイで一番危険なメガネ。耐久戦闘試験後にあだ名がエグいメガネになりそう。メガネのフレーム以外のただのモブみたいな見た目で人気投票1位取れるのすごいよね。人気投票はほんとすごいと思う。いろんなキャラが登場して主人公より魅力をつけるのが普通だと思うし、ジャンプで漫画描くならそうするよね。ワートリなんてその代表みたいなもんだけど、オサムが要所でちゃんと主人公してるんだよね。目的に一直線の主人公だし、好きだよ。手段を選ばずやるべきことをやってる姿は恐怖を感じるほどすごいと思う。頼む猫、オッサムの学校生活を変えてくれ。オッサムは吉野アゲハやトリコあたりとは仲良くなれそう。やると決めたことはやる主人公の系譜。数時間後には最新のオッサムの姿を見れるな。ボーダー生隊員で頭がおかしい理性的な教授に外の人の方が少ないと思うんだ。幹部だと根付さんくらい、キヌさんはまともなように見えるけど、ある一定方向に振り切れてるタイプっぽい。東京リベンジャーズの竹道は普通の感覚持ったままみんなのことを救おうとしてる感じはあるけど、ワールドトリガーのミクモオサムは思考回路がおかしいというか、ベンチメンタルだから比較してはいけないと思う。ミクモオサム、なぜそれを思いつける？ってなるところもそうだし、思いついたこと即実行するし、見たもの感じたもの自分の尺度で物にして活かすのが普通の大人でもできないことだし、必死で食らいついて学んで勉強して、モテないものとして常に最善を尽くそうとするやり方がど正論万俗だから怖い。メガネ外したミクモオサム、カラスマや嵐山に負けないくらいめちゃくちゃイケメンなのに、本人はメガネを外したらよく見えないから気づかず、滅多に外さないから周囲も気づかないという奇跡が続いてる。ミクモオサムのイケメン度上がってて困っている。メガネ取り上げたらただの禁止だけが残ると思っていたのに、僕がそうするべきだと思ったからだって自分の信念貫いて行動できるし、押すしかないじゃん。5959 あとスーツに合ってるよ。ミクもオサムに寝癖がぴょんぴょんついてるの。お母さんの手を加えてなさそうなストレートヘア見る限りかなり強い直毛なんだろうな。ミクもオサム自分というものがしっかりあってすげえいいな。自分が何をしたいかの理由に輪郭のはっきりした確固たる自分をあげられる人好きだ。
ミクもオサムの合理に基づいてロジカルに最短距離を突っ走るサム、はちゃめちゃかっこいいがいつでも新鮮にビビるな。どのキャラもみんな経験で培った合理で最短をかけているが、新人のオサムがこの駆け抜け方するのすげーのよ。個人的にミクもオサムは感情の人というよりはあくまでも理性的に常人が選ばない手段を自ら進んで選び取るし、そういう意味では頭のネジが外れているというより外しているに近いし、なんなら頭のネジがないまである人物だと思っている。ミクもオサムの狂い方、普通に投資で読んでるとそんな気にならないのに、いざ思い返すと狂ってるなってなる。ミクもオサムいつ何時でもメガネ外さないから好き。トーマン世界にミクモオサムを呼び込んだら、刑事や本職のヤクザを珍相族の抗争に引き込みそう。ミクモオサムのちょっと怖いところ、普段は普通にボーダー支給のスマホ使ってるのに、タマコマメンバー特にヒュース絡みの連絡を取るときには自前らしきガラケーにわざわざ持ち替えてるところ、中学生が盗聴を警戒するな。ミクモオサム、中学生とは思えないほど大人びてて、冷静でやるべきときには即決する決断力を持っている化け物。普通に考えて、キトラとキエダ、嵐山泉に教えてもらうミクモオサムってすごいな。何気に戦場でチカちゃんを守るためにトリガーを解除したミクモオサムが一番やべえやつなのでは。戦場の、しかも敵に背を向けて走ってる状態で、同い年ってだけで A 級エリートのキトラを呼び捨てにできる訓練生のミクモオサム、ただものではない。ワートリを初めて呼んだのが中学生の頃で、ミクモオサムやキトラ、ユーマの精神年齢が高いのに対して自分はアホなことばっかしてて、じわじわとワートリ世界の視力深さに打ちのめされてる。ミクモオサムの心の強さにジョルのジョバーナを見出してしまう。やっぱりミクモオサムとなるほど、雄一のメンタリティは常軌を逸しているんよ。前者はペンチ、後者は15年前の数ヶ月のためだけに文学部から司法試験合格しているので、どっちも化け物だよ。ミクモオサムのヤバさをもっと前面に出してもらいたい。